はあ、よく寝たぜ。さて今日もゲーム撮影して編集して忙しいぞー。ってあれ、ウプ主どこ行った？うわ、気配なく後ろに立つな。今変な顔してなかったか？気のせいじゃない？それよりどうしたの？そんなバカみたいな顔して。あ、それがウプ主が見当たった。バカみたいな顔だ。え、何かまずいんですか？ニトリさんからこのチャンネルではおはようと同じ意味だって教わったんですが。いいかい、マリサは蝶のつくど M だから、おはようの代わりにアホみたいな顔って言うと喜ぶぞ。適当なこと教えてんだ。あいつしかもバカじゃなくてアホじゃねえか。あ、そうでした。マリサさんの顔はバカみたいじゃなくてアホみたいですね。で、本題に戻るが、ウプ主知らないか？ウプ主さんですか？知りませんよ。昨日夜中部屋で何かシコシコしてましたけど、いないんですか？シコシコ、何か作業してたのか？霊夢さんなら知ってるんじゃないですか？ふむ、ちょっと聞いてくるか。おーい霊夢、ウプ主知らない？おいニトリ、ウプ主知らない？知りませんよ。あ、ダメダメ、お前知ってるな完全に。おらえよ、あいつどこにいんだよ。よ、旅行行くって出かけました。は？私聞いてないんだけど。お土産代が高くなるから目撃した私以外には内緒だと。なんとかあの煩わしい連中に気づかれず旅行に行けたぜ。さあってと、満喫しちゃうぞ。あ、お姉さん、ビーフはチキン。誰か、お客様の中に頭の病気治せる方いらっしゃいますでしょうか？